リンピック代表選考会を兼ねた全日本水上競技大会は7月22日から3日間神宮プールで行われました。男子平泳ぎ 200m 決勝で新鋭大崎はよく水に乗った泳ぎを見せ2分36秒9の日本新記録をマークしてゴールイン。一躍オリンピック優勝の可能性をもたらしました。女子のホープ背泳ぎの田中は 200m 決勝でダイナミックな泳ぎを見せ2分33秒3の世界新記録を樹立する偉業を成し遂げました。山中の出場する注目の 1500m 決勝、一斉にスタートしました。素晴らしいピッチで飛び出した山中は 100m の平均ラップ1分11秒台をマーク。やがて1450をターン、あと 50m 最後の力泳で顔を上げました。彼女選手と全く誰が誰か分からないくらい全く入り乱れまして泳いでおります。山中どんどん伸びております。山中どんどん伸びた。山中力泳左に顔を上げました。左右左右左右山中力泳あと決勝点まで1メーターゴールイン。山中ゴールイン。山中1着ゴールイン。ついにコンラッズの公認記録を破る17分25秒0の新記録を立て、ローマでの対決が大いに期待されます。